グレッグハウライブにイオスログレッグハウはアメリカ合衆国のハードロックフュージョンギタリストマイク・バーニーにデモテープを送りつけて以降デビューしたシュラプネル系のギタリストである少年だったグレッグが内気だったことを心配した彼の父親がギター演奏を進めたのがギターを手にしたきっかけであるはじめはアコースティックであり最初のエレキギターはピックアップがたくさん付けられた テスコデルレー。彼はこのギターを後に手放しているが、持っているべきだったと10回している。以前は兄をボーカルに迎えた、ハウというハードロックバンドでも活動していた。その後は、自身の活動のほか、各種セッションやインシンクなどのツアーの参加等、幅広く活動している。2001年には、桜井哲夫のソロアルバムジェントルハーツに参加。 2004年のジェントルハーツツアーにも同行した。即弾き、スーイープ、タッピングをコードに演奏できる。またクリーントーンでのカッティングも得意としている。スケールアウトする場合、基準となるキーに対して半音下げる。これは、ジョン・スコフィールドなども得意としている奏法である。楽曲及びフレージングが難解で、なおかつ複雑なだけではなく、音楽的である。 初期はフェンダーの HM ストラトで、後にノーマルなストラトのバリエーション、フュージョン機に入った後期あたりから ESP のカスタムモデル。最近はギターセンターが立ち上げたブランドラグナギターズの LE924 を使用している。ピックアップのレイアウトは主にリア、ノーマルサイズのハムバッカー、フロント、シングルサイズハムバッカーの2ピックアップが彼の標準的なレイアウト。 ハウツーリッチーコッツェムアンド、グレッグハウビタリー・クープリー、テツオ・サクライ。ありがとうございます。